南部鉄道とは、かつて、青森県八戸市の知りない駅とその西方にある三考郡、この部町の五こ駅との間を結んでいた、鉄道路線及びその運営会社である。昭和初期に開業したが、1968年5月16日に発生した、十勝沖地震によって、全線に壊滅的な被害を受け、復旧しないまま廃止となった。会社は、鉄道廃線後、 社名を南部バスに変更し、バス専業の会社として存続していたが、経営難のため2017年3月1日付で、岩手県北自動車へ事業上都市破産。2018年4月16日に法人格が消滅した。1930年8月20日改正当時、1967年9月10日当時、鉄道事業に関する内容のみ、バス事業に関しては、 南部バス遠隔を参照のこと。創業当時の社名は、五戸電気鉄道であったが、開業から廃線まで電化されたことはなかった。同様のケースとしては、水戸電気鉄道、善光寺白馬電鉄、阿波電気軌道がある。知りない駅は、八戸駅新幹線ホーム付近にあった。また五戸駅跡地は、岩手県北バス南部社五戸営業所となっている。 DC3511968 年5月16日に発生した十勝沖地震によって、路盤の沈下、決壊、亀裂、土砂流出などの路線被害が49カ所に上り、停車場、待合室、倉庫、ホームの損壊などの鉄道設備被害が16カ所、電柱の倒壊30本、傾斜80本と2億円以上に上る被害を受け、数年来の赤字も勘案され、 同年5月18日には、復旧を断念、翌年4月1日での廃線が決定した。廃線から48年が経った2016年5月31日に、NHK で放送されたドラマ、トットテレビ第4話では1971年の連続テレビ小説、真横一人の場面が再現されたが、同心内の知りない駅のホームにある、駅名表は、両隣の駅が、 南部鉄道の超電駅と八戸線の八戸駅となっており、道路線の駅名が登場している。ありがとうございます。